やっちゃうよってことで、どうもアザラシです。獣フレンズ.exe のパート2になるかな。ちょっと休憩を置いてからやろうかなと。前回が20分ぐらいやってるかなと思ったらまだ14分ぐらいでした。そしてどうもこのゲームセーブができるできないっぽい。なんでもう今日のうちに片付ける。片付けないと大変なことになる。例えば最後まで行こうとしたのに途中からセーブができないもんだから途中からっていうこと。ウィース。最後までできないものだからそれはもう最後まで言いたいことが出てこない。ね、セーブできないからここまでって言ってやめてもその途中からできないから途中からもうできないからそこまでもう一回最終回やり直すってことになる。それは苦行すぎるでしょ。いけない、いけたかと思ったんだけど、どうもジャンプとどっちがショットか分かんなくなるな。下手すぎる。助けて。下手すぎる。無敵時間とかいうのはこのジャングルには存在しない。ういやっ、撃っちゃった。そういう手もあったんだな。自分の手を殺めることなく。これはかわいそうだよ。そりゃ俺にはできない。怠け者くんが串刺しになってしまうだろ。それじゃ、しかしな、これはさどうなんだ。ゲームとしてさどうしようもないじゃないかっていうのばっかなんだから。通るために仕方がない。人とはそういうふうな生き物なのかもしれない。2つぐらいこう岩の上を削ったらいけるとかないかな。ないな。そういう怖いシーン見たくないんで、ギリギリ入るか入らんかのところで、音見えるか見えんかのところで、チキンプレイだな。そのチキンプレイもどうやらさせてくれないらしい。ジャンプ力の関係でここまでしか弾が飛べた。やだな、すごいやだな。怖い。駆け抜けるよ。罪が。鳥肌が。アザラシだけど鳥肌が。アザラシ肌が。で、死ぬしかないんだが。またか。またわけのわからない。この壁さえ壊させてくれよ。俺は誰も殺めずに次の道に行けるとね。じゃあこいつは、このカバン野郎は一体何を目的として前へ進んでいるんだ。何を目的として銃まで手に入れて、一体何を目的として進んでいるんだ前に。お、あれはペンギンかな。そうか、これを壊せと。BGM が SE が大きい。 SE が歌うのやめたね。ここで死んでもいいよ俺が。ダメか。だってもうどうしようもないじゃん。そしたらやだー。もう知らん。このかわいそうだろう。ちょっと死ねい。てか変な場所にいるあんたも悪いよ。サバンナ地方。しかしやはりできる限り殺めたくない。生き物を顔どないせっちゅんじゃ。おそらく
2段目を壊すしかないよな。これでいけるか。こっちかな。これで多分ジャンプしておそらく当たらんだろ。当たるか。お、いけた。あの怠け者は殺さな、怠け者かなあれ。多分怠け者だ。足りんのんだか、足りんのんだか。全然足りないね。ここまではよし。これで1個。あー、やっぱりか。やはりここにありました。残酷だな。残酷だな。作者の意図が透けて見えるな。これがフレンズとたちとの交流の仕方。面白いわ。もうどうしようもならんだろう。これは積んどると思う。やったろうやないかい。くそ。結構シビアですね、この20個っていうのが。そんなにシビアっぽく見えないけど、あのアルパカがかなり強敵。なーに、命までは取らねえ。ユーマの命まで取らねえってのは、あのホラー的表現に対して、まあ命までは取らない。しかしもしかしたらショックしてしまうかもしれない。なんか怖い、あまりに怖い、あれしてあれで怖い表現されたら、あまり俺は大声を上げてキャーっていうタイプではないんで、なんか無言になると思うけど、それはもうあの画面を見てるあなたがキャーって言ったらいいと思います。これは当たるよ。うちちくちく、それは無理。よし、強引抜けだ。ハマっとんじゃ。いや、難しいでござるな。慣れてくると速さが得られる。もはや怠け者を撃ち殺すのに、よし、あの、ためらいはない。結局あの、獣フレンズとは一体何だったのか。このフレンズブームとは一体。結局一度も見ることもなく、いつの間にかブームの終焉が来たんだけど、一度も視聴することなく。ああいうものに対してのなんかアンテナの張り方が自分はどう弱いようだ。みんなが見てるものってあんまりこう興味ないっていうかね。どうなんですかね。その結果はこれだよ。これが獣フレンズ。俺の獣フレンズのスタンダードはこれになってしまった。こういうものなんでしょ、獣フレンズ。ここなかなか難しいですな。慎重に行こう。しかしそろそろゴールが見えてくれないと頭がおかしくなって死ぬぞ。ゴールとか、今がゴールから何号目なのかという、それを教えてほしい。よし、いけた。この鳥不穏だな。びっくり
りしたし怖いよなんじゃありゃ。しかしパス君を見ている。おお。でもあれだぞ、できる限りはノーメッセージ、できる限りは殺さないように生きてるんだぞ。ここまでろくでなし。殿知られて最低と人に言われて、あれ合ってたっけ。武器は便利なんでしょ。でなしと罵られて最低と人に言われて、要領よく演技できず愛想笑いも作れないだ。ノーメッセージ、ノーメッセージ。これ引き返してもいいんじゃないか。いっそじゃないんだ、かといって地獄でもない。違う。ほらあるじゃん、運転手さんそのバスに俺を乗っけてくれないかってやつ。青春？違う、青春じゃないな。あれなんだっけ、青空だ。そう青空、そう青空、青空、そうバス乗り場っていうことです。猫バスだー。ちょっと待て、もう俺はあれだ、バックがないんだこのバスには。コツンと行こうと思ったんだよ、コツンと。途中から加速してさ、すまん、なんか怖そうねえ。なんで私を、これは俺のせいじゃない、制作者側の頭おかしになるわ。それはわかる。もっともだと、ごもっともだと思う。それはなかなか随分と勇気のある発言ですね。その時は、殺しに来そうで怖いね。友達になろうね。だから。もう一度だけ、会いに来てね。なんすかこれは。私たちずっと君を見ている。あれを銃で撃てか。いや無理だな、そういう風。いや終わった、あれを撃てか。残ったねえな、無理だな。終わりました、お疲れ様です。こんなゲームでした。ういほなまた。